ちょっとどうだ。お疲れ様でした。神楽坂君と様、ここは名家の御霊場をお預かりし、立派な大和なでしこにお育てする伝統と格式を持ち、そしてまた一般社会からはその存在を秘密とされている特別な学府、聖火院女学校。私、高等部1年桜組の委員長をしております、有栖川玲子と申します。高等部1年一度お待ちしておりました。何卒よろしくお願い申し上げます。俺は神楽坂君と。俺とおっしゃいましたわ。庶民の殿方は自分のことを本当にそう故障なさるのですわね。何の音ですの？これは携帯電話、別称スマホというものでございます。携帯電話、スマホ、これがですの？こんな薄くて小さいものがお電話だなんて。皆様、それはキミト様のものですわ。今すぐお返ししなくては。まあ、そうでしたわ。しかし、どうしましょう。私が参ります。さすが玲子様。どうぞ。さすが玲子様ですわ。やりづら。最高記録です。すごいですね、キミト様。あんなに遠くまでお飛びになるなんて信じられませんわ。普通に飛んだんだけど、すごいのか。お待たせしました。なんだよこれ。和食です。カップ麺が主食と聞いておりますので。不思議な香りがしますわ。食べ物ですの？カップ麺知らない？お湯をかけるだけで食えるっていう。お湯をかけるだけ？本当にお料理ですわ。具がありますわ。何があるなら食ってみる。皆様で分け合いましょう。召し上がりたい方はこちらにいらしてくださいませ。はい。気になる香りがいたしますわ。そんな期待されてもうまいわけないだろう。いただきます。おいしいですわ。食べ物があるだなんて。私、今日この日に経験したこのお味を一生忘れることはありませんわ。こちらは庶民に最も人気のあるレストランです。いらっしゃいませ。まあ、店では出来上がった料理をご自分で運ぶからです。この習慣をセルフサービスと呼びます。結構立派ですの。やっぱり庶民はすごいですわ。はい、これくださるのですか？もちろん。ありがとう存じます。私、一生大事にいたしますわ。